桜坂46守屋麗奈、何歳の頃に戻りたいのか、シャケシャドレスのオフショットに、最強、女神様すぎる、の声2月21日、桜坂46守屋麗奈がインスタグラムを更新した。守屋は、自身のインスタグラムアカウントにて、桜坂46の8枚目シングル、何歳の頃に戻りたいのか、が発売されたことを報告すると、また大切な楽曲が増えました。たくさんの方に届きますように、よろしくお願いします、と綴り、同シングルのジャケット写真で着用していた、ピンクと白の上品なドレス風衣装姿でポーズを撮った写真などを複数公開。この投稿に、SNS 上ではファンからの、最高の癒し、レナーが可愛すぎる件について、本物のプリンセス、ピンクレナーさん最強、女神様すぎる、など、絶賛の声が集まっている。桜坂46のフィフスシングル表題曲、サツキ、でセンターを務めるなど、人気メンバーとして活躍中の守屋。昨年はネットフリックスで配信中のドラマ、離婚しようよ、にも出演し女優としても活動しているほか、TBS 系、ラビットでは、月曜日から金曜日の全曜日に出演する、グランドスラム、を達成するなど、バラエティ番組にも活躍の幅を広げている。